こんにちは。こんにちは。どうも、ショータイムゴールドです。おー、スティンガー。後半もよろしくお願いします。お願いします。西コース1番、パー4、360ヤードくらい。ナイスショー。まっすぐフェアウェイ左サイドナイスです。当たってないけど。当たってない。はい、ここはどういう攻め方で。右が OB でしょ。右 OB、 左も狙えないよ。ワンペナ。じゃあさっきの打ち方で、うん、これをなくしてま、うん、っすぐです。いいね。オッケー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 。すげえ、すげえ球打つ。今のはどういう感じ。何が。先制的には何点くれます。20点ぐらい。20点。低っ。あれはフェアウェイに残ったんで。そうだね。しシャフトが助けてくれたみたいなとこあるよね。あるね。終わってたね。うん。92ヤード。92。260ヤードくらい。うん。ハンドウェッジ。フォロー。フォローだね。フォロー。どう行く？ライン出しで軽めに。ピン狙う。ピン行っちゃうね。うん。ナイス。悪くない。いや、一番いいとこじゃん。真ん中で。左行ったら難しいからね。じゃあ、ショータ、ティーショット315ヤードくらいですね。44ヤードから。じゃあ60。60度。優しく打った。なんで、マジで。ああ。めっちゃ変えようかな。なんで。必要ないんだよね。お前それさ、最初の方のさ、動画でさ、激スピンって言ってたわ、めっちゃだろ。もう溝がなくなったから。使いすぎた。まあ、1年くらい経ったもんね。もっと経ってるか。もっと。はい。じゃあ、翔太のバーディーパット。グリーン、まあまあ硬いな。硬いよね、もう。うん。ラインが打ち出しの、うわー転がるね。4メートルぐらいのバーディーパット。ナイスパー。ナイス、ナイパ。152ヤード、パー3。ピッチングで。いいから。おっ。うわ、バンカー。おお、手前だったか。ちょっと当たり薄かったわ。抑えめに打ったの。いや、フルフルフル。ピー9。どこ狙い。なあ、真ん中。うん、ピンだね。ピン真ん中。あ、これやばい。バンカー入んなければ OK。 ああ、え鼻花いっちゃった。花いっちゃったよ。あー緩んだ。ピンチだね。あれピンチだね。上でカンちゃんのセカンドピッチング
ちょうどね、狙えるところにあった打てるし、手前にこう落として転がしていく感じで乗ればいいや。あら、やばい。止まれ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 やっちゃったね、チャンスを無駄にした。イージイージモード出る。翔太の2打目。あ、うまい、うまい、めっちゃ。オッケー、いいね、ナイスイージ。いや、これむずいね。むずいな。砲台で。砲台で。これどうやるの？ちょっとフェース開いて、スピンかけていくイメージで。おお、スピンで。スピンで止める。果たしてできるのか。できる。こういうの一番得意だから。本当。かっこいいな、できたら。転がれ転がれ。なんなんなん。後ろ転がね。でもあとちょっと行ってた。そうだね。ああ、うまかったでも。うまかった。うん。かっちゃんのボギーパット5メートルぐらいのスライス。結構強いな、ピンの方は。いや、最初から右出たわ。めっちゃ右出た。フック強いっすね。カップで外さないと入んない。入れときたいね。ナイス、ダボダボ、しょうがない。ナイスパー。はい、西コース3番281ヤードパー4。スライスで。まっすぐ。まっすぐ行った、この方向。286しかないんで、勝也くんは2番アイアンで打ち切ります。こっちの方面のスクリーンはこっちです。タイガー張りのインテンショナルスライスが求められます。やっべ、いやドロー、左に出てドロー。の中だな。中だね、入ったね。もうちょっと思い切って7番アイアンとかで刻んだ方が良かったもん。あー、そのマネジメントね。そう、まあ、刻めなら潔く刻めと、うん、ありましたが、ピン方向には狙えませんので、もう抜けないもんそうね、この間抜けないね。横に出すしかありませんね、これは。横にもむずいな。もう怖えよ。うん、ナイス、いい。ナイスです。70ヤードだけど、あ、でもグリーン右に傾斜してるから、左、左、うん、左から70ヤード、60度で。うん、うも、弱いか。でも下くぐったね、緩んだね、今木をビビった。後悔。これむずい、見えないから。でも2打目だから、バーディー欲しいとこっすね。高く上がったけど、でかいかな。奥まで行った。あー、落ちちゃった。むずい、これどうしよう。1、2、3、次4打目。
っちからまあまあ近くてスライス右に下っていく感じっすね。うわーむずいなこれ。どうしよう。はい、どうやって。これねちょっと未だに見つかってないよ。見つかってないのまだ。止まりそうにないからさ。30ヤードぐらいだね。でもエッジからピン近いからグリーンに直接落としたら絶対止まんないね。止まんないね。手前からうん、まあ、スピン効きすぎないように。そうだね、ポンって跳ねてくれるような止まる。上り傾斜の手前ぐらいの平らなラインに落としたよね多分。これやばい。すぎた。まあないな。まあグリーン乗ったら OK だよ。ここに置いたのが悪い。確かに絶望的だね。リボットじゃん。えぐい。パターで、うん、バーディートライ。あいい感じ。ナイス。ナイパだなこれ。ナイパ。ナイス。耐えた耐えた。さあ勝也くん、5、6メートルぐらいかな上りのフック。見せ場見せ場。結構曲がるよね。どんだけ読めるかやな。うん、それだけだ。すげえ右に傾斜してます。全然切れなかった。全然切れ。うわもうやばい。ダボダボよ。あもったいないね。マディ2つ。ご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。